アニメスタイルサイケルテイ。この番組はオリコンゲイステーションの提供でお送りします。おかゆこと佐々木ゆかのさっぱりさこと峰さやかがお送りします。はい、よろしくお願いします。ということで2月号、はい、アニメ、3週間しかないですか。2月度、3月度です。はい、おそらくそのぐらいです、うん、そうか、3月度はもう3月です。4週あるのか。4週ありますよ。私も5週あるんだ。ありますよ。あ、5週あればゆっくりゆっくりいけます。親父が若い頃見てたアニメの重箱の隅をつついて、はい、アンカーチャンス。はい、今回の紹介したアニメはこれになります。思い込んだら試練の道を、お試練試練、僕が男の男根性、真っ赤に燃える王者の印、主人の星をっていうことで、何ですか。何なんですか。巨人かよ。はい、巨人の星、まさかの、まさかの、はい、この間あの前回がね、明日のジョーとか、タイガマスクとか、あの梶原一騎先生つながりで、はい、来ましたね。今回もまた梶原一騎つながりで、巨人の星を紹介したいと思います。というわけでですね、はい、巨人の星、アニメ版ですが、放送がなんと、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 いつから放送されたかと言いますと、ほいほい、1968年、ずいぶん前なの。古っ。60年代来ちゃった。42年前、生まれてます、ね、43年前、うん、はい、の3月30日から1971年の9月18日まで、うん、巨人の星第1作で、新巨人の星が1977年の10月1日から1978年9月30日新巨人の星、結構長くやってたんですね。で、新巨人の星2、これはね、短いです。1979年4月14日から9月29日までと。これは完全に打ち切りですね。2ヶ月、いや、半年ぐらいやってますけど、はい、いわゆる昔って大体1年が多かったんですけど、そうですね、半年なんで、長いですよね、うん、へえ、これは完全に打ち切りだと思われますが、残念ながら、はい、ということでね、巨人の星、巨人の星は実写化は多分されてないかな。巨人の星は星ヒューマですか。星ヒューマです。そうです。 CM か何かでなかったっけかな。映画だったっけな。映画はね、多分俺の記憶だとないんだよね。実写ですか。実写、実写はないですけど、うん、あれ花形満、うん、あのあれですね、うん、何年か前に、うん、新しいバージョンで書かれてますよね、うん、お実写はないですよね。実写はないと思いますね。それこそこれ野球ね、うん、やつだから、うん、あの実写化あっても良さそうなんだけどね。そうですね、有名な名作だし、昔のやつだと野球教の歌っていうね、うん、左のアンダースロー の, あの、女の子が主人公のやつがあったんですけど、それは実写化もされたんですけど、うん、巨人の星はでもそろそろでもなんかやりそうだけどね。明日のジョーもやったし、うん、順番から言ったら絶対、うん、そろ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  CG でさ、消える魔球とかさ、うん、あーできますね、表現できますね、うん、大リーグボール1号2号3号とかね、うん、うんうん、できるんじゃないかなと思いますので、はい、アブさん、うん、ということでですね、はい、見たいですね、実写化、うん、ぜひとも実写化、なんかでもやりそうっていうか進んでそうだよね。うん、話は、うん、表面に出てないだけで、うんうん、水面下で、そうそうそう、そうドリームボールはこれはね、野球教の歌のね、うん、そう魔球なんですよ。魔球、だいたいあの魔球って消える魔球が多いんですけど、うん、うん、消えない魔球ですか。あ、それも消える魔球ですね。消えるんですね。ジャイロボールかなんかってあれって魔球呼ばれてる。それはまたいろいろ、ジャイロボールはね、野球団か、今のアニメの世界にだって一つだけの花はある。サムライジャイアンツかな。サムライジャイアンツ、うん、
というアニメ、うん、が確かジャイロボールじゃなかったっけな、うん、あ、ジャイロボールで、ね、でも実際にありますよね、あのジャイロボールって投げれる人。ああ、それは、あ、それはね、松坂ですね。松坂さん、松坂がのスライダーがジャイロボールって確か言われてるはずです。消える系の、間違えたら何か言ってて、それは消えるボールじゃなくて、うん、ジャイロボールっていうのは、ちょっとスライダーのちょっと違う場合。あ、メジャーとか。あ、メジャーか。うん、はい、第2号が2号が消える負けで、1号がバットに当たる方、うん、やつですね。バットに当たる、そう、こう構えてるところの避けようとしてもそこに行くみたいなね。あ、当たったらダメなんでしたっけ、野球って。ファールになったりとか、要はゴロになったりとか、うん、そっか、うん、なるほどね。はい、というわけでね、そういうことで巨人の推しを紹介したいと思います。はい、はい、ということで、はい、じゃあどうぞ、はい、最新のアニメということなんですけれども、はいはい、まず3月ということなんですけれども、うん、1月から放送が開始されたものを紹介させていただきたいと思います、はい、その名もレベル E。 あ、これ誰だか面白いって言ってたの。お、レベル E 知ってますか、誰だっけな、レベル E、はい、うん、誰かが面白いって言ってた。これはね、あのハンターハンター、そして悠々白書を書いている、うん、あの富樫仕事しろの富樫さん、富樫先生が、富樫大先生が、はい、あの相当前に書いたものなんですよ、実は、うん、はい、はい、それに関しては澤田さんが説明してくれると思いますけれども、うんうん、これはですね、はい、分かりやすく言うと SF コメディですね、うんうん、そうですね、だいぶ本当にね、もう何年も前、1995年でしたかね、うん、はい、はい、こちら、そう、アニメ化されたのは2011年の1月10日からなんですけれども、少年ジャンプですね、連載されていたのがなんと1995年から97年にかけて で、しかもですね、なんと異例の月1連載、はい、だったんですよ。その頃からもうそういう、そう、私もその頃からのと思っていたら、実はこれは、その富樫先生がアシスタントを使わずに、一人で書いたらどうなるかということのチャレンジで、月一連載と、うん。まあでもそう言いつつ、それでも一人でもみんなは週一で頑張ってたのに、富樫さんは、それは言い訳だよね。確実に言い訳だよね。ですね、書かなくなったというか、まばらになってきた、のはですね、言っていいのは、うん、1999年からですね、あの、うん、ハンターハンターがアニメで始まる頃、うん、そこからもあの、まあ、FF とかね、ハマり出した時期だと思うんですけれども、今もアシスタントはいらっしゃらない。書けなくなったんじゃない、書かなくなったんだよ、ゲームで忙しくて。そうですね、ゲーマーということの情報は得ております、うん、はい、あとはまあお子さんもね、あの生まれたということですので、その子育てに大変なんじゃないかと、うん、あの情報では書いてありました。セイラームーンの夢もらってからじゃねって竹内先生と。まあ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 、あんまね。でもね、本当にね、それでもまあ野球さえしてたとしても、うん、もう書いてほしい、見てほしいっていう言葉がもうファンからの熱い要望が ね、いやもうね、あの集英社的に言うとさ、切りたくてしょうがないと思うよ。でも切れないって、だからそれだけすごい先生です。すごいですよ、うん、やっぱ話の作り方がやっぱりね、面白いです、面白い。でこちらなんですけれども、うん、はい、まあ、放送いつしているかと言いますと、毎週、日曜日の深夜というか月曜日の明け方になりますね、うん、テレ朝さんの方で、1時45分から、うん、朝のですね、うん、月曜日の明け方というか日曜日の深夜といった方がいいのかな、うん、1時45分から毎週月曜日に、うん、月曜日、うん、放送しております、うん、はい、一番見させていただいたんですけれども、うん、最初はあのもう野球の少年というか、まあ、高校生なんですけれども、うん、が田舎に来て、でそこで野球の強いところに入って、うん、で強くなっていくっていうような出だしだったんですよ、うん、なんだ野球のアニメかと思ったんですね、うん、野球あんま好きじゃないんで私、実は分かんないんでルールがね、うん、でその見てたら全然違って、うん、宇宙人が出てきた。はあ、そうなんだ。宇宙人が出てきて、で、まあ、先ほども言ってましたけれども、本
当に SF コメディー、コメディー本当にシリアスありコメディーありと、実は俺はあの宇宙人なんだよって言って、我々は宇宙人であるってキャラクターが言うくらいコメディーです。あー、でケロロ軍曹にちょっと似てるのかな。いや、ケロロとはまた違くて、でもシリアスなところはシリアスで、うん、まあ、ケロロ軍曹がずっとコメディーっていうわけでもないんですけど、あのハンターハンターとか悠々白書というイメージがあんまりつながらない、うんうん、まあね、感覚はしましたね、うん、全然違う系統かなっていう、ね、はい、うん、まあね、はい、いやいや、でもあのデミルイバー誰か言ってました、ね、そういうね、うん、うん、多分あれじゃないですかね、クロノさんじゃなく、クロノくんか、あの方、あの芸人さんのクロノさんはですけれども結構アニメ好きですね。アニメほんと詳しいです、うん、クラゲ姫とか進めてきましたからね、うん、今日もあのゲームの話に、ゲーマーアニマーなんて、うん、王子 SF 漫画、うん、はい、ね、というわけでですね、今回は「キュウリの推し」とレベル E を紹介したいと、はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ね、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。第2話が見たくなるようなアニメ、ぜひぜひ見てください。はい、というわけです。というわけで、また来週、バイバーイ。バイバーイ。